ありがとうございました。もう楽しかった。いつもより1時間多かったんよ、んちゃんの人生の中で。歴史の1ページみたいに。そうですね、お話し会、お話し会は本当にね、嬉しい。ありがとう。今日は来れなかったけど、私ありがとう。全然また話そうね。楽しかった。ありがとう。体の疲れてない。ヒール履いてたから、足だけね、足だけ明日むくんでるかもしれない でもね、元気ですね、ちゃん。でもね、今日よく眠れそうです。満足して そう。だからね、この後は、なんだっけね、お風呂に入って、むくみを落とそう。お寝坊しないよ。だってもうか今さ、ハマってるさ、なんだっけ、あった、ハマってるさ、これさ、入浴剤あるんですよ。こんばんは。そう、妖怪ウォッチは今日はね、多分寝ると思う、する前に。そう、持ってきたやつ。でもね、本当はね、一回ね、一回3錠入れないといけないんだけど、ちょっとね、高いからね、これ1回分300円とかするの。だから高くて2個ずつ使ってる そう、だから高いからほぼ使ってない。こういうイベントが2日連続である日とか、そう、だけ。毎日はね、使えないから。あ、お風呂で寝そう だいぶ今ね、もう、ってなってる。今日は現地行けなかったけど、SNS やもこみさんの情報見てたよ。ありがとう、見てくれて。ありがとね。がっつり雪？雪は降ってないんだけど、風がすごすぎて、さっきめっちゃ寒かった。そう。特別な日よ、そう。確か、フォービューティー。あ、待って。感謝状と、オーナムかプレゼントがくれて送ると、次回の方やってました。ありがとう！持って帰りますね。今日ね、私1時間目から13456時間目までめっちゃずっと笑顔で喋ってて、もうずっと笑顔だったし、もう飛行機道枝、あ、そうなの、あ、強風だもんね。そうだよね、広島雪降ってたんだね。そうなんだ。飛行機が、あ、無事よかった、動いて。そう、もうね、そう、だから今日は私めっちゃ笑顔で泣かずにいけるわと思って、みんなと楽しく話せるなって思ってたんだけど、そう思ってたんだけど、セレモニーが始まって、で最初サーヤンと愛子ちゃんがついてきてくれてたんよ、セレモニーの方。ん？セレモニーのに行く途中2人がついてきてくれて、それで、ああ嬉しいなって思ったら、2.5期生のみんなが、
わーって走ってきてくれて そこでまず泣いたい私 そこで泣いたんよ私。でみんなの顔見てまた泣くやん。でスピーチしながら泣くやん。でみんなにスピーチして写真撮ろうって思って後ろ振り返ったら、なんかもっとメンバーが来てくれてて、そう、だからなんかファンの方もいっぱい用意してくれて。今日ね、そう、今日は来れなかったよって方もいらっしゃったと思うんですけど、そう、その方々のね、気持ちももちろん受け取ってるんですけど、そう、そのファンの皆さんにも、メンバーのみんなにも、こう、温かく 迎え入れてくれて、それが、もう私の涙腺が、ダバダバです。そう。本当仲良くなったよねって話して先に泣くから寝てます。でも今までのモモだったら多分 1時間目から泣いてたから、でもそう考えたらなんかみんなと楽しく話したいなって思ったから、1から6まで泣かなかったのは私の中では成長ではあると思う。そう、でも結構危なかったけどね、話聞きながら、みんながいろんなこと伝えてくれるから。そうなんです。強くなったの、強くなれたと思う、すごい今。いやーね、卒業公演は笑顔で行きたいですね桜タワーありがとう。ありがとう。お家帰ったら。お家帰ったら。お礼するからね。ちょっと待ってね。よいしょ。最後まで強がって泣かなかったのに一人になっちゃダメだった。最後まで全然大丈夫だよ 大丈夫だよ。ありがとう。でも、結構いっぱい話してくれてたよね。泣かずに。ありがとね。我慢してこらえてくれて。そう。ありがとう、本当に。ありがとうです。ありがとう、たつさん。また、お礼させてね。お家帰った時。ありがとう。そう。みんなね、多分ね、涙をこらえてくれてた方とかもいっぱいいて、なんか、あえて楽しい話してくれてたりもしたり、ね、素直な、思ってることを言ってくれたり、いろんな話をみんながしてくれて、なんか、どれもでも私のことを思ってくれてるのがすごい伝わって、嬉しかったです。もう、みんな優しい、そう。みんな優しい、本当に。今日はでも涙が出て顔がボロボロになったので本当に卒業公演はね、卒業公演は笑顔で楽しい雰囲気で、だし明日のファンクラブもなんか楽しい感じてか、企画も結構楽しい感じだから、なんか悲しい感じってよりはみんなで楽しもうみたいな。そう、そういう企画なので、企画考えてきたので、みんなで楽しみましょう。ごめんごめん。楽しみにしてる。かわいいペンギンちゃんがいた今。ピノさんありがとう。よろしくね。楽しもうね。
三塁線愛から頑張ってた頑張ってくれてたんだね、ありがとう。落ち着いた、今日お疲れ様、最高に楽しかった、ありがとう、いっぱい来てくれて。ギリセーフだった気もするし、アウトだった気もする。いやいや、全然アウトもセーフもないよ、どんな形でも伝えてくれることは嬉しいから。今日もめっちゃ楽しかったです、同じくありがとう。ありがとう、こちらこそ。もうね、ずっと話してた、本当にこんなにねえ、めっちゃ話せるの嬉しすぎて。そう、あ、そうなんですよ、今日サイエントのお揃いコーデでした。そう、いただいてお洋服を、それでお揃いにしろしようってなって、ファンミもね、いっぱい写真撮ってくるからね。そう、3期生のトークショーね、見たいって言ったけどね、見れる場所がないって言われただからね、ちょっと覗いてたけどね、トークってあんまり聞こえてなかった。リボンの、そのリボンもこれのね、白バージョン持ってるからグレーですね、今回は。カーチクと愛が溢れてありがとう、マジで好きなんだ、好きなんじゃなくて、最後に正確にできて嬉しい嬉しい、ありがとう。あ、そうね、いやね、の顔のぞかせたらファンの方と目があったんよ3期生どんな感じかなと思ってさ、見てカーテンチラって見たらね、あのたまたま通ってたファンの方と目が合いまして、うん、すぐシュッてバレた、カーテンかなんか私かかってバレとるバレとる、うん、あ、そう、アルバム、ファーストアルバムの発表がね、今日の6時かなあったんですよ。そう、それであの好きな歌の歌詞をみんなあの今日貼ってて、後ろに。で、私はあの思い出せる恋をしようの、どんなに時が過ぎ去っても君の顔が浮かぶだろうっていう歌詞を選びました。これはみんなに向けたメッセージっていうか、みんなへ向けて考えた。そう、やっぱり面恋がすごい今私の中で歌詞がすごいね、あの自分のなんだろう、心境に似てて、すごい好きな歌詞がいっぱいあって、その中でも迷ったし、大好きな人とかもとも迷ったんですけど、でもみんなのことはいっぱい思い出すし、ずっと忘れないだろうなってすごい思って、それを伝えたいなと思ってあの部分にしました。結構悩んだんですけどね。これから地元帰ります。お、気をつけてね。そう、あとね、シュンクシュートの君のことは絶対忘れないよも迷ったんですよ、迷ったんですけど、なんかみんなの顔をとか思い出して、いろいろこれからね、前向きにね、うん、多分ね、私がね50歳とか60歳とかになってもみんなのことを思い出してると思う。それくらいこの4年はなんか人生の中で濃い多分一番濃いんじゃないでしょうかって思うぐらい、あのいろんなことを経験させてもらえたり、いろんなことを成長したり楽しんだり、そう、その頃生きてるから大丈夫、みんな桃子組はあと150年生きるから
そう、ひなさんの卒業セレモニー。そう。ひなさんの卒業セレモニーね。なんか先輩方のセレモニーさ、行っていいかなってなんか迷いながら立ってたんですよ、私。あ、行っていいかな、どうかな、みたいな感じでいたんですけど、みーひんさんが、ひなさんの行かなきゃって連れてってくれて、で、それで、そう、なんか、みーひんさんが、隣はみーひんさんだなって思って、みーひんさん隣行ってくださいって言ったんですけど、ひなさんの。でも、二人で、あ、いやいやいや、みたいになって、あのね、隣いいよって言ってくれたんですよ、みーひんさんが。だから、そう、一緒に二人で、えぇ、ー、ってな、いやいやいや、みたいな、どうぞ、みたいな感じ。そう、嬉しかったですね、やっぱり。ね、優しいよね、ありがたい、本当に。なかなかさ、自分からそうグイグイいけるタイプじゃないので。ね、そう、ありがたくて嬉しかったです。言葉に甘えていいんだよ。そうですね、言葉に今日は甘えさせてもらいました。そっちの写真も、そっちの写真どうだろう、私もらってないけど、どうだろう、もらえるかな、欲しいな。自分のやつだけもらったからさ、改めてもっとひなさん似てるとこいいなって思って。本当？嬉しい。なんか跳ねてる。これ何？これ何？これ何？あ、治った治った。お願いしないとね。もらわなきゃ。こんばんは。そういえばさ、みんなのさ、みんなの。今日私さ、メンバーのみんなとファンの皆さんで撮ったやつあげたんだけど、ツイッターに。もうだけ写ってるやつってみんなは持ってない？私送った方がいいかな。持ってない？で、送るね、送るね。なんかね、メンバーが写ってるやつ今日載せたんだけど、一人のやつだったら、一人のやつだったらさ、あのね、横断幕の絵がめっちゃ見えるからね。そうそう、めっちゃ可愛い、すごい可愛い絵だった、横断幕も。あとなんか、なんだろう、何の言葉だったっけ、卒業の時の言葉、名前、それなんて言うんだっけ、名前忘れちゃったけど、あの、いっぱいみんながメッセージくれたやつを読んでくれたとき、それもすごい嬉しかった。モバメカポストしてもらって、わかった、ポストの、どうしようかな、今日の今日のツイートの下に載っけようかな。表彰状、そう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 。あ、そう、フライヤーの名前も忘れてたね、私。フライヤーありがとうって言おうとしたのに、フライヤー出なくて、紙ありがとうって言ってしまった。出てこなかった。そう、ありがとう、フライヤーって出てこなかった。突然なんか私じゃ泣きました。ごめん、私がなんかさ、めっちゃ号泣しすぎてさ、
みんなに結構なんかさ、映してしまった気がしました。ごめんね。楽しい感じでしようって言っとった本人が、なんかそう、明日は楽しい感じで行きましょう。そうなんですよ。シナモニーの写真見ただけで泣けてきた。そうだよね、セレモニーの写真さ、ちょ遠目からやけんよかったけど、近目だったら顔ボロボロだったと思う。本当にね、もうメイク崩れみたいな。5時間目と言ってたから早いんだよな。そうだよね。今何時な？お風呂の水溜めてこようかな。だってももちゃん思いっきりなんか、そう、もうね、最近ね、なんかね、うわーんってなるとね、意味わからんくらいね、泣いてしまうことを判明したんだよね。そう。だからメガホン抜けたよね。一瞬。うわーんって泣いちゃうから。47分？ちょっともうかさ、お風呂の繊維、お風呂のさ、お風呂のさ、水さ、一瞬溜めていい？行きます。すぐ終わります。長すぎたらあれだもんね。やばい。それで私は配信が終わる頃には溜まっているでしょう。めっちゃ音鳴るけどごめんね。そう、ただいま。終わる頃に溢れてちょっと怖くなってくる。それやばい、結構強めに出しちゃった。大丈夫かな。もう10分やっぱ、まあ、途中で見に行ったらいいか。そう、滝の音、なんかそう、自然の音だと思ってくる。これする、これにこれ入れるからさ、めっちゃ聞こえるよね。あ、ホテルの溢れないの？そうなんだ。これいつ入れるの？あ、すべて溶けてから入浴してくださいって書いてる。5分もかからん？やばい、ちょっと早すぎた。手動ね、そう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 。これ入れとく。これ入れとかんといかんかもしれん。またちょっとドア開けるけんうるさい。ごめんね。これでオッケー。先入れてきた。ポンって。明日はね、何時に起きるかな。でも今日より早くないです。今日より早くない。お湯入れすぎて薄くね、気をつけて。だんだん薄くなる。やばいやばいやばい。でもね、さっきね、弱めたんよ、あの水の量っていうか、あの手動なんだけど、そう、多分大丈夫、多分緩めたから。ゆっくり休んでね、ありがとう。少し音が、そうそう、静かにしました。ゆっくり寝られるかな。今日は逆にのび太くんレベルで寝れるよ。
だでしょ。うん、大丈夫だと思うよ。明日は自分の宿楽しむ。うん、明日はでも歌う曲とかもそう楽し全部ではないけど楽しいやつがあるし、企画も楽しい感じだし、うん、しっかり休んで疲れしてね。ありがとう。足のマッサージしてねよ。土曜日のオンラインが本当にラストのお話会ラストとか楽しもうね。楽しもうね。待ってるよ。明日も楽しみだ。どんなテーマか、なんかね、テーマいろいろあるかいろいろある。多分何曲ぐらい、曲はね4曲ぐらいかな。泣く曲だったら時のようにどうだろう。普通の曲もあるけど、やっぱりシティの曲も入れたいなと思って半々くらいに入れてます。そう、夏メロはに、うん、夏メロも半々です。本当に桃ミーム桃ミームすんの仕事ダンスもやばいね。すべてのマジフはないです。僕にとっては最初で最後のおーちゃん本ありがとう。多分あってないけど、そしたら待ってる。でもね、もう本当に基本的な楽しい感じの最初と最後の結果あるかもしれんけど、でも楽しい感じの企画が多いですよ。ベートーベンさんだったからめっちゃ面白いから、そう、本当にね、いっぱい面白くしてくれるからそう、魅力言えないでも全然いいよ。おもちゃを見られるだけ幸せです。ありがとう。今回消せない、消えちゃう。うん、らしきものはあると思う。もう大好き、もう大好き。明日はステキさん見てます。どうかな。どうだろう。たーちゃん、かしおむちゃん、ありがとう。今日楽しかったな、ちょっと遊んで公園ね、私が写したよね、絶対ありがとう、一生懸命呼んでくれてじゃん。一回お風呂、確かにお風呂の存在忘れてた私。大丈夫、ゆっくり出してるから全然大丈夫だったよ。うん、大丈夫だった、いいぐらい、今真ん中よりちょい下ぐらいだったよ。自動でね、止まるやつじゃないよ。そう、自動のやつ。
最近お風呂さ、浸かるとさ、その後そこから出たくなくなる、あれが始まってしまうからさ、大変なんだよね。もうちょっとで時間来ちゃう？12時まで。これ時計間違ってるのかな？あ、めっちゃ光った。あ、56分。あ、よかったよかった。私のさ、このさ、ここにある時計さ、なんか今あと1分ってなってるからさ、あれ？と思ったけど、これが間違えてるんだね。目が痛くて助けて。目薬さして。目薬。ねえ、もうちょっとで読みたいと思います。今日は朝から巻き直してないけど、めっちゃよかった調子。長風呂で手ふにゃふにゃ、わかる？ここら辺がシワできちゃうんだよね。嫌だよね、あれ。では読みます。10歳のてつさん、ありがとう。12の百のすきさん、ありがとう。どんなに時が過ぎ去っておうちゃんのことを思い出す。ありがとう。いっぱい思い出してね。僕も思い出すから。ありがとう。10時のドラゴンさん、ありがとう。楽しかった思いも伝えられたから好き。めっちゃ伝わってるよ。ありがとう。10のたかきさん、ありがとう。とても楽しかったよ。ももあより深まりました。ありがとう。いっぱい話して嬉しかったよ。昨日くまさん、ありがとう。八のとしさん、ありがとう。昨日も楽しい。今日も明日もずっとそばにいてほしいくらい大好き。カバンの中になぜかポップコーンがいた。え？ありがとう。明日待ってるね。ありがとう。七の人たちのゆうさん、ありがとう。おもちゃんごてもらえなき。ごめんね。そう。たくさんありがとう。こちらこそありがとう。ぬきのきのさん、ありがとう。おもちゃんからの言葉がとても嬉しかったよ。お。おもちゃん、オンリーワンのアイテム、ありがとう。私もいつも言ってくれる言葉嬉しかったよ。ありがとう。コインの福ちゃん、ありがとう。今日は楽しい一日、ありがとう。大好きだよ。お ありがとう。いっぱいね、頑張ってくれてありがとう。思いもね、伝えれてよかったです。よいの、たっちゃん、ありがとう。ももがちゃんのお揃いコーデしよう。お、しよう。全身ももんがでいきましょう。サイのチカリさん、ありがとう。ニーナ・リサマさん、ありがとう。チノ・タツさん、ありがとう。10年後も50年後も100年後も生まれ変わっても大好き。おお じゃあ、私が蚊に生まれ変わっても好きになってね。ありがとう。愛してる、愛してる。てなし、ありがとう。お風呂に今からいっぱい入って明日に整えたいと思います。楽しみだ。今日も可愛い配信とお話がありがとう。最高のシェアスタイムできた。もうかもだよ。ありがとう。ももが蚊なら刺されてもいいし。お、じゃあ20個刺そう。 バイ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 、ありがとうございました。おやすみな。